わかりますでしょうか、この取れなささ。もう何やっても取れないです。こんにちは。今日はこちらのマックスインさんのつる首タイプのスマホホルダー、以前動画で動的な状態デザートウエストとの比較でご紹介したんですが、予想よりも興味を持ってくださる方が多くて、でこちらもう一度紹介してほしいということで、今回はこちら少し細かくご紹介をしていきたいなと思います。まずこちらのパッケージなんですが、まあ、こういった購買意欲をそそるようなパッケージになっていまして、まあ、このような形のパッケージになっています。で後ろ見ていただきますと、このようにまず開閉する前から使用する方法というのが書いてあったり、こちらのボールジョイント取り付け方法が書いてあったり、吸盤の取り付け方法が書いてあったり、かつスマホのサイズが書いてあったり、私の場合ですと iPhone13 の Pro を使っていたんですが、まあ、このように寸法も書いてありますので、まあ、特に買って、まあ、無駄になると、まあ、いうことがない親切な説明がなされております。前を見ていただくと、このように240度上下に可動、お好みの角度が調整できる。しっかりと安心ホールド。で、スマホのサイズが書いてあって、吸盤は水洗いで何度でも使えますと、まあ、いうことで、非常に親切に書いてあります。中を開封しますと、こちらの本体と取説が入っています。パッケージも非常に細かく説明されていたんで、まあ、取説がなくてももう十分すぎるぐらい親切に書いてあるので、まあ、特に目を通す必要っていうのはないとは思うんですが、しっかりと取説も同封されています。で、こちらが本体になるんですが、で最初のうちはこの二分割になってるんですけども、こちら、ボールジョイントの部分、首の部分になるんですが、こちらを、このネジを緩めて、で、このつる首の、この端の部分。あ、失礼しました。で、このつる首のこのボールの部分。で、ここに、ナットを入れといて、で、こちら、ホルダーの方にはめて、あとは、ここ、ネジを締め付けていって、固定していくという形になります。はい、で、ここ、結構締め付けちゃうと、結構ここがホールドされて動かなくなりますんで、まあ、最初、位置合わせするうちは、ここは少し緩めておいた方がやりやすいかなと思います。で、こちらが吸盤になってまして、まあ、しっかりと汚れないように紙で覆われています。で、これは非常に優れていまして、結構薄いなっていうイメージ僕の中であって、すぐ取れるんじゃないかなって思っていたんですが、夏場のこの暑い40度超えるような炎天下でも全く脱落するようなこともありません。まあ、その辺の強さも後ほどご紹介していこうと思います。で、あとはこちら、親切設計になってまして、ここの部分が、まあ、ダッシュボードに当たることを想定して、ゴムになってるんですが、まあ、傷がつかないように親切にゴムで覆われています。ちょうどこの、つる首のこの裏の部分になります。こういった、少し独特な形をしている、低重心設計になっているっていうのが特徴になっています。つる首タイプのスマホホルダー、特徴についてご紹介します。まず一つ目の特徴は、何と言っても、進行方向の視界を妨げない、ローハイトタイプだということになります。今このような形でつけてるんですけれども、この位置、ホルダーの位置、それからこの吸盤の位置が非常に低くなっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。
ステップワゴンの場合ですと、ここがメーターの屋根の部分になるんですが、それよりも低いところに位置しているということで、進行方向の視界を妨げない、目に入りにくい、そういった作りになっているというのが一つ目の大きな特徴になります。従来のスマホホルダーの場合ですと、このつる首タイプになっていないので、よりこの位置が高い、このホルダーの位置が高いところにありました。で、それをこのつる首タイプにすることによって、このホルダー自体が低いところに位置できる、マウントできると、まあ、いうことで非常に使いやすいスマホホルダーになっていると、まあ、いうことになります。例えば、まあ、これスマホホルダーだとしたときに、このようにつけると、ここが非常に邪魔になります。そうしますと、前進行方向に向かってこの部分が見えないわけです。視界になるわけです。非常に邪魔だなと、まあ、いうことを思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その場合はこのような形で、まあ、横に向けることもできるわけなんですけれども、従来のスマホホルダーですと、今度これが高い、この吸盤の部分が高かったりするわけなんですけど、これ自体もかなり薄くできていますので、これ自体も目に入らないようなローハイトな設計になっているということで、非常に使いやすいというのが一つ目の特徴になります。二つ目の特徴は、つる首タイプにより上下調整ができる点になります。どういうことかと言いますと、車にもよるんですが、私今この位置で調整しています。で、これアームでこういうふうに動くんですけど、この下にこのゴムがついています。で、これどうやって使うかと言いますと、まあ、これインストルメンタルパネルなんですが、このアームがインストルメンタルパネルにこのように、まあ、このような形でここに接触するわけなんですけど、ちょうどここにこういった位置を探してつけるようになるかなと思います。で、私はまあここにつけていて、まあ、ステップワゴンの場合ですと、まあ、これがバックモニターになります。まあ、バック入れるとこのようにバックモニターになるわけなんですけど、まあ、これより低い位置だと今度バックモニターが見えなくなるっていうこともあったりします。で、まあ、つる首なので、まあ、もちろんそういったことを気にしなければ、この吸盤をもうちょっとこう前に持っていくことによって、こんな形でより低いところに持っていくということも可能です。ただこのパネルに被ってしまうっていうのがありますので、まあ、見えにくくなったりとか、あとここにこのアームが当たってしまうんで、まあ、それだとこのパネル自体が破損する可能性っていうのもあったりすると思いますんで、まあ、ステップワゴンの場合は、まあ、ここまで下げるっていうのは、まあ、この位置だとちょっとできないですけれども、例えばエアコンの吹き出し口の風がダイレクトで当たる方が好きなんで、まあ、ここにはしてないんですけど、まあ、別にダイレクトに当たるのが嫌だという方、別に当たらなくてもいいよという方は、まあ、ここでも OK かなと思います。ここでしたらより一層低いところにマウントすることもできる。だからここを出したらさらに低くなりますし、携帯を置いた時にもう進行方向全く遮らない位置に携帯が置けますし、この吸盤よりも低いところに携帯が立てても置けてしまうという良さがあります。で、かつこのメーターパネル自体も遮らない位置にもなっています。で、私はなんでここにしたかと言いますと、まあ何とも言ってますけれども、ここのエアコンの吹き出し口を遮ってしまうっていうのがあるので、暑がりなので冬場、夏場は特にエアコンの吹き出し口を遮りたくないと。で、さらに、ここです。ちゃんとナビの画面も見れるようにということで、まあ、この位置で
まあ、落ち着いてるということで、で、吸盤自体は少し後ろに持っていく。まあ、それによって、まあ、高さの調整ができるということで、それもやっぱりこのつる巻きの、このつる首の、このアームによって実現できていると、まあ、いうことがあると思いますので、それによって、この高さ調整、このアームのこの高さ調整ということじゃなくて、この吸盤の位置、これをより前に持っていくことによって、つる首構造のスマホホルダーであることから、さらに低い位置まで、携帯をマウントすることができるというのが、二つ目の大きな特徴になります。次、三番目の特徴。非常に大きな特徴になります。それは、こちらの吸盤タイプのこのゲルの接着力、吸着力になります。で、どのぐらいの吸着力があるのかっていうのをまずお見せしようと思います。今、ちょうど39度、見えますでしょうか。非常に暑い外気温になっています。まあ、その状態ですと、今までのスマホホルダーですと、もう、この吸着ゲル自体がベトベトになっちゃって、もう、吸着力自体もなくなっちゃうわけなんです。そうすると、このスマホホルダーが脱落するといったことが多かったわけなんですけど、このマックスインのスマホホルダーはそういったことが一切ありません。で、まず取ってみます。で、取るときは、ここの後ろ、こう真空引きするこのレバーがあるんですけど、これを外します。で、はい。ここに耳があるんですが、これを引っ張ることによって取り外すことがやっとできるような吸着力になっています。非常に硬い。取るときも結構硬いです、正直言って。夏場はまだね、少し柔らかめかもしれないですけども、冬場になるとめちゃくちゃ硬いです。もうそのぐらい、もう脱落することがないぐらい非常に硬い。で、今度またつけて、じゃあどのぐらい吸着力があると、あるのかっていうのをもう一度お見せしようと思います。で、つけるときはもうそのままポンと乗せて、で、真空引きさせてあげれば OK と。で、この状態でもう、こうやって揺らしても外れません。で、ステッパーゴの場合はここがコンソールボックスになってるんですが、もう、このコンソールボックスのこのストロークさせるぐらいだと、もう取れることも一切ない。わかりますでしょうか？この取れなささ。もう何やっても取れないです。はい。てなぐらい、非常に吸着力のある吸盤であると、まあ、いうのが三つ目の大きな特徴になります。四つ目の特徴は、以前の動画でもご紹介した通りなんですけれども、これはあくまでも RP 系のステッパーゴン、5までのステッパーゴンでの話になっちゃうかもしれないんですが、まあ、これ今、ボールジョイントになってて、まあ、縦と横と、このような形で、アングル調整できるんですが、横にして、かつ、これ今ステアリングホイールあるわけなんですけれども、ここに携帯を置く。まあ、これ携帯だとして横に置きます。で、これによって、ステアリングのここの上のところから、まあ、動画を見たりすることができると、まあ、いうことになります。まあ、それによって何がいいのかっていうと、進行方向に横向きで携帯を置いて動画を見ると、まあ、いうことができるので、まあ、本来でしたら携帯見ちゃいけないんですけれども、リスクの軽減にも役立つと、まあ、いうのが四つ目の特徴になります。はい、ってことで、今回こちらのマックスインさんから出されています、つる首タイプのスマホホルダーをご紹介いたしました。で、最後の私の所感なんですが、いや、こちらのスマホホルダー、私ずっとゼラトイスト使ってたんですけれども、マックスインさん提案されて、
これ使ってみてって言われたんですが、いや非常にこちらはねいいスマホホルダーだったなと思いました。前回の動画では縦で横で使うのがすごく有効的なのかなと思ってたんですけど、実はこうやってより細かく見てみると、いやこれ縦で使ってもいや全然使いやすいし、デザートウエストなんかよりもさらに低い位置にマウントできるので、いやこれはねすごくねいいなっていうことをまず思いました。やっぱここのところの携帯のこの先っぽのところがどうしても視界になってしまう、でここのところが障害物になってしまうんで前の見渡しが悪くなっちゃうっていうのがありました。そこが改善されてかなり低い位置に持ってきてくれるので、だいぶこの前の視界をかぶるということがなくなったというのが非常にいいなと思いました。でかつこのように横にして、まあ、見ることも当然できるわけですし、まあ、充電する場合も、まあ、こうやってここにケーブル挿しておけばいいわけなんですけれども、充電しながらでもこのように角度を変えることもできます。これは非常に優れた、これからの次のベストセラーホルダーになりうる存在なのかなということを非常に感じた次第になります。はい、ということでこちらのスマホホルダーなんですけれども、詳細は概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひそちらの方をご覧になっていただけると幸いです。最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。